ただいまより安倍内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに総理から発言をがございます。皆様の質問はその後にいただきます。それでは総理よろしくお願いいたします。新しいアジア太平洋の世紀、いよいよその幕開けです。日本とアメリカがリードして自由民主主義、基本的人権、法の支配といった価値を共有する国々とともに、このアジア太平洋に自由と繁栄の海を築き上げる TPP 協定について昨日大筋合意に至りました。かつてない規模の人口8億人、世界経済の4割近くを占める広大な経済圏が生まれます。そしてその中心に日本が参加する TPP はまさに国家100年の計であります。 TPP は私たちの生活を豊かにしてくれます。それは貿易に国境がなくなり、世界のバラエティーあふれる商品を安く手に入れることができるというだけではありません。海賊版、偽物の商品を買わされて後悔する、そのようなことはなくなっていきます。海外に旅行した時の電話代も安くなるかもしれません。サイバーの世界を飛び交う皆さんの個人情報もしっかりと守られるようになります。 TPP のメリットは単に関税をなくすだけにとどまりません。安かろう悪かろうは認めない。サービスから知的財産に至るまで幅広い分野で品質の高さが正しく評価される公正なルールを共有し、持続可能な経済圏を作り上げる野心的な取り組みであります。 TPP は私たちにチャンスをもたらします。その主役はキラリと光る技を持つ中小小規模事業者の皆さん、そして個性あふれるふるさと名物を持つ地方の皆さんであります。 10% 近いメガネフレームの関税がゼロになる、福井のサバイブランドをもっと世界に広げていく絶好の機会であります。日本茶にかかる 20% もの関税がゼロになる、静岡や鹿児島が世界有数の茶どころと呼ばれる日も近いかもしれません。国によっては30% を超える陶磁器への関税がゼロになる、岐阜の美濃焼や佐賀の有田焼、伊万里焼、日本が誇る伝統の陶磁器は海外の人たちを魅了するに違いありません。意欲あふれる地方の皆さん、若者の皆さんにはぜひ TPP という世界の舞台でこのチャンスを最大限生かしてほしいと思います。海外の成長著しいマーケットへと果敢に飛び込む、そうした皆さんには投資を守る新たなルールができます。 TPP 参加国への投資であれば、その国の政府から技術移転を行ってほしいといった不当な要求が行われることは今後一切なくなります。粘り強く交渉を行った結果、我が国の主張が協定に盛り込まれました。攻めるべきは攻め、守るべきは守る。 TPP 交渉に臨んで私は繰り返しこのように述べてまいりました。世界に誇るべき我が国の国民皆保険制度は今後も堅持いたします。食の安全安心にかかる基準もしっかりと守られます。正当な規制を行うにあたって
我が国の主権は全く損なわれることはありません。投資家と国との紛争処理、いわゆる ISDS に関してそのことを確認する規定を盛り込みました。自由民主党が TPP 交渉参加に先立って掲げた国民の皆様とのお約束はしっかりと守ることができた。そのことは明確に申し上げたいと思います。中でも聖域なき関税撤廃は認めることができない。これが交渉参加の大前提であります。特に米や麦、サトウキビ、天才、牛肉、豚肉、そして乳製品、日本の農業を長らく支えてきたこれらの重要品目については最後の最後までギリギリの交渉を続けました。その結果、これらについて関税撤廃の例外をしっかりと確保することができました。これらの農産品の輸入が万一急に増えた場合には緊急的に輸入を制限することができる新しい政府ガード措置をさらに設けることも認められました。日本が交渉を積極的にリードすることで厳しい交渉の中で国益にかなう最善の結果を得ることができた、私はそう考えています。それでも TPP に入ると農業を続けていけなくなるんじゃないか、大変な不安を感じていられる方々がたくさんいらっしゃることを私はよく承知をしております。美しい田園風景、伝統あるふるさと、助け合いの農村文化、日本が誇るこうした国柄をこれからもしっかりと守っていく、その決意は今後も全く揺らぐことはありません。私が先頭に立って取り組んでまいります。すべての大臣をメンバーとする TPP 総合対策本部を設置します。政府全体で責任を持ってできる限りの総合的な対策を実施してまいります。甘利大臣が帰国し報告を受けた後、具体的な指示を出すこととしています。新たに輸入枠を設定することとなる米についても必要な措置を講じることで市場に流通する米の総量は増やさないようにするなど、農家の皆さんの不安な気持ちに寄り添いながら生産者が安心して再生産に取り組むことができるように万全の対策を実施していく考えであります。農業こそ国の元いであります。しかし戦後1600万人を超えていた農業人口は現在200万人、この70年で3分の1、8分の1まで減り、平均年齢は66歳を超えました。 TPP をピンチではなく、むしろチャンスにしていかなければならない。若者が自らの情熱で新たな知恵線を切り裂いていくことができる農業へと変えていく起爆剤としなければなりません。 TPP では多くの国で農作物にかけられていた関税がなくなります。北海道のメロン、大分の梨、日本には他にはないような甘くてジューシーな果物がたくさんあります。新潟にはコシヒカリ、宮城には一目惚れ、青森には津軽ロマン、日本が誇るおいしいお米にも
世界のマーケットという大きなチャンスが広がれます。アメリカでは最近、とりわけ流行に敏感なニューヨーカーたちの間で霜降りの和牛ビーフが人気を集めています。しかし 26% もの関税がかかり、価格がどうしても高くなる大きな壁として立ちはだかってきました。この壁が TPP によって取り払われます。最大で現在の輸出実績の40倍まで関税がゼロとなります。そして将来的には全ての制限が取り払われます。米国の皆さんに日本のおいしい和牛をもっと知ってもらい、もっと食べてもらう大きなきっかけとなる、私はそう確信しています。政府として TPP にチャンスを見出し、世界のマーケットに挑戦しようとする皆さんを全力で応援したいと考えています。この20年近く、日本経済はデフレに苦しんでまいりました。頑張っても報われない、収入が増えない、すべては日本の隅々にまで内向きなマインドが蔓延し、私たちが新たな挑戦を恐れてきた、その結果ではないでしょうか。少子高齢化の進展、経済のグローバル化、新興国の台頭、内外の経済情勢は絶えず変化を続けています。改革を恐れるのはもうやめましょう。勇気を持ってチャレンジすべきです。イノベーションを起こし、そしてオープンな世界に踏み出すべき時であります。 TPP はそのスタートに過ぎません。その先には RCEP、 さらには FTAP とアジアの国々とともにもっと大きな経済圏を作り上げていく、ヨーロッパとの EPA 交渉も年内の合意を目指し加速しなければなりません。日本はこれからもリーダーシップを発揮していく決意であります。70年前、日本はすべてを失いました。しかしアジアでいち早くGATTに加入し、貿易の自由化を進めました。自動車やエレクトロニクスといった新しい産業を果敢に起こし、世界の競争へと打って出ました。そしてわずか20年ほどでアメリカに次ぐ世界第2位の経済大国に上り詰めました。先人たちの血の滲むような努力によって現在の繁栄がある。今を生きる私たちもまた力の限りを尽くして日本をさらに成長させ、子や孫の世代へと引き渡していく大きな責任があります。その責任を果たすため、国民の皆さんとともに今日ここから新たな一歩を踏み出したい TPP への参加について、国民の皆様のご理解とご支援をお願いする次第であります。私からは以上であります。はい、それでは皆様からの質問をいただきます。それでは最初に幹事社の方からご質問で、会社のお名前とそれから記者の方のお名前、名義の上でお願いいたします。どうぞ。幹事社、北海道新聞の小林と申します。総理は2年前に国益にかなう最善の道を追求すると国民に約束された上で、TPP 交渉への参加を決断されました。今回の合意内容については、経済界から歓迎する声が上がっている一方、先ほど申し上げたその米の無関税輸入枠が設置されたことなどから、農業団体などにはその農産品の重要5品目など正規確保を優先し、確保できない場合には交渉団体も辞さないとした国会決議に反するのではないかというような声も上がっています。総理は今回の合意内容について日本が守るべき正規は守られたというふうにお考えでしょうか。また、TPP によって影響を受ける国内産業に対する対策について、具体的な時期や規模などについてのお考えをお教えてください。
平成25年4月の衆参農林水産委員会において TPP 交渉に関し、米麦、牛肉、豚肉、乳製品、官民支援、作物などの農林水産物の重要品目について引き続き再生産可能となるよう除外または再協議の対象とすること、10年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も認めないこと、農林水産分野の需要5品目などの生域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は脱退も辞さないものにすることなどを内容とする決議が出されました。 TPP は包括的で高い水準の協定を目指し、関税撤廃の圧力が極めて強かったわけでありますが、政府としてはこの決議をしっかりと受け止め、同年7月の正式交渉3回台ギリギリの交渉を行ってまいりました。その結果、米国等が近年締結している FTA では類例を見ないようなレベルで重要5品目を中心に関税撤廃の例外を数多く確保することができました。さらに国会決議を後ろ盾に各国と粘り強く交渉し、重要5品目を中心に国家貿易制度を堅持するとともに、既存の関税割当品目の枠外税率を維持したことに加えまして、関税割当やセーフガードの創設、関税削減期間を長期とするなどの有効な処置を認めさせることができました。農業は国のもといであり、美しい田園風景を守っていくことは政治の責任であります。農林水産業を意欲ある生産者が安心して再生産に取り組むことができる、若い皆さんにとって夢のある分野にしていく考えであります。今後どのような具体的影響が生じうるかを十分に精査していきます。その上で TPP 協定の締結について国会の承認を求めるまでの間に、政府全体で責任を持って国内対策を取りまとめ、交渉で獲得した措置と合わせて万全の処置を講じていく考えであります。はい、それでは幹事社からもう一問いただきます。はい、どうぞ。幹事社、フジテレビの西垣です。お疲れ様です。関連しまして内閣改造についてお伺いします。TPP に関しましては交渉参加から今回の大筋合意に至りました。また内閣の方針として先般の平和安全保障法制などもありですね、担当大臣を置かれて内閣で取り組まれてきたことがですね、節目をこうして迎えていく中、職務の在り方というのも変わっていかれると思います。また次の内閣改造では総理が一億総活躍社会というものを掲げていらっしゃいますが、もしこの節目を迎えてその内閣の取り組みの方針というのは今後どう変わるのか、またそれに伴いどういった方をですね、登用されるのか、お考えについてお伺いさせていただきます。少子高齢化社会に歯止めをかけ、誰もが活躍できる一億総合活躍社会を作るのはですね、その社会づくりは最初から設計図があるような簡単な課題ではありません。希望出生率 1.8、 介護離職ゼロなど、この野心的な目標を実現するためには内閣一丸となって今までの発想にとらわれない大胆な政策を立案し実行していくことが必要であります。その司令塔たる一億総活躍担当大臣には省庁の縦割りを排した広い視野と、そして大胆な政策を構想する発想力、さらにはそれを確実に実行する強い突破力が必要だろう、求められると思います。木を手伝うのではなくて、
仕事重視、結果第一の体制、まさに新しい体制においてしっかりと結果を出していくことのできる、そうした内閣にしていきたいと、そうした人事を行っていきたいと考えています。この質疑のやり取り、同時通訳されてますので英訳が終わるまでちょっと次の質問に移るまでややインターバルが出ることがありますけれども、ご承知ください。それではこれから幹事長以外の方からですね、質問をいただきますので、ご希望される方は挙手をお願いいたします。私の方から指名させていただきますので、その方改めて所属とお名前を明らかにした上で質問に入らせていただきます。じゃあリンダ。森田のスティーグと申しますけれども、今年の4月にアメリカのカーター国防長官が TPP 協定は空母と同じぐらいの意味があるとおっしゃいました。要するに経済的なメリットだけでなくて地域に対して非常に戦略的な意義が大きいということですが、総理は日米関係、日中関係、地域全体に対しての戦略的な意義がどう見ていらっしゃるでしょうか。特に TPP 協定は中国に対してどういうメッセージを送るでしょうか。TPP はアジア太平洋に自由、民主主義、基本的人権、そして法の支配といった基本的価値を共有する国々とともに、自由で公正、開かれた国際経済システムを作り上げ、経済面での法の支配を抜本的に強化するものであります。新たな時代に適したルールのもとに、こうした国々と相互依存関係を深めていくことは、そしてそのことこそですね、将来的に中国もそのシステムに参加すれば、我が国の安全保障にとっても、またアジア太平洋地域の安定にも大きく寄与し、戦略的にも非常に大きな意義があると思います。日本と米国という世界第一と第三位の経済大国が参加して作られる TPP は、世界最大の経済圏となります。現在交渉中の日 EU 経済連携協定 EPA 交渉にも大きな弾みを与えることになるのは間違いないと思います。TPP によって作られる新たな経済秩序は単に TPP だけにとどまらず、その先にある東アジア地域包括経済連携 RCEP や、もっと大きな構想であるアジア太平洋自由貿易圏 FTAP において、そのルール作りの叩き台となり、21世紀の世界のスタンダードになっていくという大きな意義があると思います。それではもう一問だけいただきたいと思います。じゃあ松本さん。松本です。お伺いします。はい、野党内にはですね、今回の TPP 交渉の経緯やですね、情報開示を求める声がございまして、早期の国会審議を求める意見があります。一方でその政府与党内には臨時国会を見送る考え方もあるようですけれども、総理としてはこうした野党の声にどう答えるお考えですか。またその臨時国会解散についてもどう考えか、現時点のお考えをお伝えさせてください。この方、TPP 協定に、よってですね、消費者が海外の、より良いものをですね、便利に、より安く手に入れることができるようになります。同時に、例えば農家の方々がですね、良いものを作れば
海外で、そしてそれが高く評価されればですね、今まで輸出できなかった国にも輸出できるようになるわけであります。まあ、言ってみれば付加価値がですね、正しく高くかつ評価される経済システムとなっていくと思います。アジアの新興国を中心に、自動車や自動車部品など高工業製品に高い関税が課されていましたが、 TPP 協定によってこれらの関税のほとんどすべて最終的に撤廃されることになります。金融や流通などサービスや投資分野での参入規制や緩和、参入規制が緩和され、地域の金融機関やコンビニなどの海外展開が要因になります。国有企業との公正な競争条件の確保、インフラ市場への参入拡大なども我が国企業の海外展開の大きな助けとなることが期待されます。知的財産に関するルールの調和、海賊版模倣品対策の強化など、日本の強みであるコンテンツや地域ブランドの海外展開が安心して進められるようになります。そしてまた TPP はですね、地域の中小中堅企業に大きなチャンスをもたらします。これはあまり理解されていないかもしれません。大企業にしかチャンスがないのではないかと思われているかもしれませんが、地方地域の中小小規模事業者の皆さんにも大きなチャンスをもたらすことになるのは間違いありません。インターネットによる取引のルールが整備されることで、中小中堅企業が日本にいながらにしてアジア太平洋全域にビジネスを展開していくことが可能となります。原産地のルールが整備されていくことで、中小企業が日本に生産拠点を維持しながら海外でビジネスを展開することが容易になります。また TPP がもたらすメリットを中小企業が最大限活用できるよう、情報提供の強化やセミナーの開催と、中小企業による TPP 利用促進のためのさまざまな仕組みが TPP 協定に組み込まれることになるわけであります。TPP は消費者や働く人にもメリットをもたらすわけでありますし、消費者がネット取引を通じて海外からさまざまな製品を手軽にかつ安心して取り寄せることができるようになり、また働く人々にとっても各国が労働基準や環境基準をしっかりと守るようなルールが盛り込まれたことで、公平な競争条件が確保されたと考えております。我が国の企業が TPP 協定を最大限活用し、 TPP 協定が真に我が国の経済再生地方創生につながるよう万全の施策を講じていきたいと考えております。こうした TPP の正しい姿をですね、どのようなメリットがあるかということもしっかりと我々で説明をしていきたいと、こう考えています。そして臨時国会についてでありますが、これは与党ともですね、よく相談しながら考えていきたいと思います。また10月、今月もまた10月11月にもですね、多くの国際会議や海外出張がすでに予定をされているわけでありますが、党と相談をしながら決めていきたいと思います。いずれにせよですね、この TPP については国会で批准していただかなければならないわけでありまして、いずれにせよ国会で審議をしていただくことになるわけであります。はい、予定をしております時間も経過いたしましたので、以上をもちまして、安倍総理大臣の記者会見を終わらせていただきます。皆様どうもご協力ありがとうございました。はい、ありがとうございました。